皆さんにすごく残念なお知らせがあるんですけれども、今なんかゲームつけとるなと思ってるでしょ。まあつけてるんですけど、そうクッピーラムネね。クッピーラムネちっちゃい時大好きだったんですよ。でクッピーラムネの T シャツがあるの。でも私が今年かな去年かな買おうと思ってたのよ。そしたらね、2人一緒に写ってる T シャツがなくて、でもその前の年は確かに2人一緒に写ってたはずやってん。ゲームの音出ちゃう。そう、まあ、クッピーラムで全然関係ないんですけど、まあ残念な話と言いますと、現在私ね、オープンレックさんっていうアプリでもゲーム配信をたまにさせていただいてるんですけれども、前にね、こうちょっとやってみたゲームがあって、コナンアウトキャストっていうゲームなんですけど、そちらでですね、実は私がやっていたサーバーが消えたのかアップデートしてないのかで先日見えなくなっちゃいましてですね。で、まあ、それで諦めて違うサーバーに移ったんですよ。そう、公式のアカウントじゃなかったからそういうことがあるんですよね。公式のアカウントって言ってもかな、公式のサーバーじゃなくて、こう普通にプレイヤーが勝ったサーバーだから、まあ、そういうことも全然あるんですけど、でなんか見えなくて、それがちょっとあれで、で公式サーバーに移ったんですよ。なので今最初からやってますはい、最初からやってます。やっぱね、あれはね、人がやってたやつやったから、勝ったサーバーやったからちょっと甘めの設定だったんですよね。だからちょっとヒーヒー言ってますヒーヒー言いながらやってます。今日も唇の色ないねそうなんだよ。だからまた配信するときにどのサーバーか言いますね。お、優しいコメントに書いてくれて、今日は握手会ありがとうな。そう、握手会ありがとうございました。今日なんかさ、最近そうやねんけどさ、いや最近そうって関係ないんですけど、私が裸眼に慣れてきたのか最近コンタクトできてない。今日はねちょっとね、黒目が大きい気がする。気のせい、気のせいやけど大きい気がする。握手会ありがとうございました。こんばんは。涙袋回転、珍しく。あんまいらん人やねんけど、ちょっと気分が向いたのでそろそろ握手会でビンタしてくれますか。やだわやだわ。涙袋って思った今日。もともと笑ったらもっとなんか出てくるんですけど、さあゲームしてますさあって言ったけど、ゲームしてますよ今。いや違うね、もうな、気になりすぎてな、しゃあないね公式サーバーやから、なんかやっぱどうしても、あ持ってますね、ちょっといろいろありました。あーん、なるほどね。あ、まだ消えてない、あれ持っていかないとか。ちょっとね、このサーバーちょっとなんかちょっとあれで、まだこれを公開しようかちょっと迷ってるんですよね。だから今最終確認に行くところです。なんかやっぱ
公式サーバーやからさ、いろんな人いるやん、いろんな人いるやん。ハイヒールで踏まれたい、知らんがな、知らんがな、ハイパー知らんがな。マイチの卒コをモニカンしてて、そんな緑でもないのにめっちゃ緑って言うた時ロビー大爆笑やった。もう言いたいがためにみたいになってるよな。あと14分、おお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 お14分後に劣化するとのことなので、すごいワクテカですね。これは今のうちに木と石を集めておこう。そう、建物が劣化しちゃうんですよ、そのプレイヤーがログインしないと。でしちゃったら消えちゃうんですよね。しばらくプレイしないと、やっぱプレイしてない人がの建物とかがずっと残っちゃうと、やっぱこれから初めて入った人とかがこう建物で埋まっちゃってできないっていうのがあるので、まあ妥当な処置ですよね。なんですけど、なんか最近ちょっと劣化するのが早まったっていうか、劣化される距離が早まった、広まったみたいで、ちょっとね、私が他のサーバーでやってた建物もね、あんまり行かなかったら消えちゃったみたい。オマイガー、隣でゲームしてる彼女か。確かにゲームに理解のある人がいいな。またゲームしてるって言われたくないな。だからゲームしないといけないというわけ。イエス。巨大拠点が、そう、私すごいめっちゃ寒くて、バカみたいな、なんか氷の何膜張ってるっていうの、あの本当にもう普通だったら寒すぎて氷の池みたいなところに家建てたんですよ、めちゃくちゃ深くて。で誰も来なくて、誰も攻めない、なんか私のその入ってたネットモノクランが襲われたんですけど、私の拠点は壊されないっていう、とても悲しい悲しいけど嬉しい状況だったんですよ。そうなんですけど、入らなくて家が消えたので、まあなんかあんま変わらんっていう状況的には。寒すぎて本当誰も来ないの。私もね、ちょっとね、こう伝説のちょっとなんかいい、とってもいいものを使わないと、あの死んじゃうんですよ自分も。家に暖炉置きまくってたし、そう、ゲームの話です。コナンアウトキャストっていうゲームにね、今またちょっと力入れてるんですけど、これは配信用だから。今あの前会った時は2時間弱で結構いいとこまで進んだんですけど、これは結構頑張ってやり込まないとダメでしたね。ダメですね、公式サバは。うーん、このとあるクランがすごいすごい半端ない量ね、量の土台をね敷き詰めてるから、なんかね、物資っていうか、あのほら石とかめちゃくちゃ掘ってたでしょ前に。石めちゃくちゃ掘ってたんですけど、それとかが全然ないんですよね。めっちゃ困ってるねん。だからっていうのもいろいろあって劣化を待ってる状況です。そうそうそう、いろいろあるんですよね。立てすぎたら迷惑になっちゃったりとかもあるんですよね。だからとか、
伝説武器が入ってる宝箱とかがあるんですけど、それを開けるためには60レベル、60がこれレベルの限界なんですけど、カウントするのと、あとその近くとかにいる、近くにいてもいなくてもどっちでもいいんですけど、こうマスターキーっていう鍵を持ってるでっかいモンスターっていうか動物とかを倒して、そのマスターキーを手に入れて伝説武器とかを手に入れるんですけど、そういうのを湧き潰しとかしちゃうんですよね。断熱木材とかありますよ。断熱材っていうよりは断熱木材でもなんかどうなの、聞くんか分からへん。私一番レベル高い建物で建ててたんやけど分かんない。とりあえずゲームしてる言い訳を言う、喋ってます永遠とゲームの理由の言い訳をさせていただいております。コナンアウトキャストというねゲームのお話です。みんなもよかったらまた配信するんで、こっちのサーバーからの、よかったら、私だってまだあの最初の方の草で作った服着てるもん、ひもじすぎて。まあオープンレックもあるし半分お仕事では。せやね、あ壊れたツルハシ、ちゃん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 、友達にもやろうよって言ってるところです一緒にやろうよっては何のゲームしてるところ、コナンアウトキャストっていう野蛮なゲームです。協力プレイとかあるの、あのクランっていうのが作れて、例えばそのクラン で建物みんなで建てた時に粛清っていうのがどうしても来ちゃうんですよ。なんか野生動物からのなんか復讐みたいなとかも来ちゃうんですけど、それに一人で対応するのはとってもしんどいんですけど、仲間がいることによってマシになる。一緒に戦ったりとか、例えば一人でお仕事されてる方だったりとかだと、あのどうしても見てられない時間ってあるじゃないですか。見てられない時間っていうのが発生してきちゃうんですけど、そのクランだとその見てない時間、もうクランメンバーがいたらどうにかなるよねみたいな感じ。でもほんまに結構いるといないとじゃしんどさは違うかも。絶対いた方がいいと私は思ってる。そうそう、誰かしらやってくれると助かる。ちょっと野蛮なゲームなんで、あの、慣れるまでドキドキします私もだって最初びっくりしたもん。なんかまあどうしても野蛮なゲームなんでちょっとね、こうえいえいみたいなことはやるんですけど、人とえいえいみたいなことはやるんですけど、えいえいってした後の人がすごいね、倒された相手の方が断面とか丸見えでびっくりしたもんそう、
断面が見えちゃうんですよ。オーマイガーってなる。これ見せていいのってなるけど、まあ一応 R18 なんで OK OK かな。とりあえず野蛮なことだと思った。そう、もうコナンってなんかどう説明したらいいの、サバイバルゲーム、生きるために頑張るゲーム。なんですよ。リアルなとこ面白いな。なんていうか、なんか現代にはない、わからへん、昔にあったかってやったら多分ないと思うねんけど、こんなことは、なんてやるな、こういい現代感のなさといい非現実感がいい。そう、あ、動物をペットとかにもできたりしますよ。そういうのは、それはそれでなんか楽しい。だからそれめっちゃ頑張ってた私。ということで、ちょっと今日はいっぱい頑張らないといけないので。この辺で終わります。はい、見てくださってありがとうございました。そして握手会来てくださった皆さんもありがとうございました。でツイッターにもポロッと書いたんですけど、27日は一応ハロウィンっぽいです。ハロウィンではないです、正直言うと。でもハロウィンっぽいことはしますので、まあ気軽にお楽しみいただけたら嬉しいなと思います。全然ガチっていうか軽いハロウィンちゃうやんみたいなハロウィンするので、はい、ぜひ見てください。見てくださいじゃないね、お楽しみにかな。はい、13位、ヘルムビーゲ、32位、なんのこっちゃさん、11位、カンナン、30位、デュベルさん、9位、かつのりくん、8位、プロミネンスさん、7位、ふるさとのゆさん、6位、ふみちさん、5位ジョーさん、4位サブローさん、3位ビビビビオロゲンさん、2位ユシラッシュさん、そして今大地はヒメジンさんでした。イエイ。ハロウィンじゃないハロウィンです。バイバーイ、頑張るよ。